どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は春アニメからアハレンさんは測れない見ていきたいと思います。このアニメはですね、特に PV とかも全く見ずにちょっと今からリアクションしていきたいと思います。一枚絵だけ見たんですけれども、まああれはかなりなんだろう、緩い感じなのかなっていうような印象はあるんですけれども、まあどういったアニメなのか皆さんと一緒にね見ていければなというふうに思います。はい、スタートでーす。お、学校は桜が咲いてるってことは春だね。入学式かなんかかな。いた、一枚絵にこうやって抱えられてた。距離を感じるこのなんか絵のタッチが、おお、オープニングか。この測れないっていうのがタイトルに入ってるから、やっぱ今言ってたように距離のことなのかね、多分ね、人と人との距離みたいな。いや、いいね。ちょっとじっくり聞きますかね、1回目なんでね。ジャンププラスなんだこれ。近づいてますね。いや、いいね。すごいホワホワしてる。なんか絵もね、こんな感じで線があんまり多くない。制作ビリビリって書いてある。入学式なんだ。宮平さん。近すぎじゃね。いや、でも綺麗だね。やっぱ絵は。ライド。あ、高校デビュー。うん。そうなんだ。あ、いいんじゃない。そうだね。名前を知らないとまず。ん？おい。ちょっと。アレンさん。え？え？いや、でも向いてくれたじゃんね、こっちのことね。あ、練習したの？ライド。笑顔。それ笑顔。うん。あ、喋ってる喋ってる、なんか喋ってる。なんか喋ってたよ今。うん。あー。そうだ、大事だよ。頑張れ頑張れ。くじけちゃいかん。めっちゃ話しかけるじゃん。一つもなくね。え？ああ、そうだね。まず、アハレンさんにターゲット絞っていこう。ここまで。ダメでしたか。まあ初日だし。あ、まだいるじゃん。いるよまだ。
向いてくれてんだよ。ほらほらほら、なんか言ってるって。でもめちゃくちゃ可愛いんだけど、このアハヤレンさん、この感じ、こういう目ってなんて言うんだろうね、ちょっとわかんないんだけど、なんとか目みたいな、消しゴム可愛いね。そんなことある。遠近感がわからなくなる。毛もやばい、ちょっとこの子可愛すぎるぞ。そんなことはないと思う。なんか言ってんだけどね、たまに。うん。うわ、近い。近い。ん？なんか言ってるね。うん。言ってたよ。え？教科書忘れた？ってことは、あ、やっぱり近い。近すぎない？こんなに近い。でもなんか、かわいいね、こんなちっちゃい。だってこれぐらいってことでしょ、これぐらい近い。めっちゃじーっと見てくれるし。本当に近い、近すぎる。あれ、しかもめっちゃ食う。同じの。うん。え、あーんだね。いや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 。うん、もらっとこう。全部食べた。そうだね、どこに入ってんだろうね。もうくっついてんじゃん。あ、寄りたいところ？ゲームセンター？あ、プリクラ？おお。ライドウの目がピカン。え？あ、カラオケ？聞こえねえ。でも立って歌ってるからそれなりに楽しんでんだよ。あの歯が、うん。アハレンさん面白いね。来た来た来た。おはよう。あ、なんだ。無視？測れないね。日本史。え、さっきの本当無視だったの？ん？あー、びっくり。あ、そうかそうかそうか。うん。え？迷惑って。うん。うん。そうなんだ。はい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 。そういうことなんだね、測れないって。うんうんうん、あ、
わ嬉しかったんだね。いやあ、反省して自己嫌悪になっちゃったの。うん、これわあかわいすぎる、かわいすぎる、なんてかわいい生き物なんだこのアハレンさんは、うん、あ、それで朝無視してたわけか挨拶を。うん、測れないね。うん、いやーかわいいね、めちゃめちゃ面白いぞこのアニメ。うん、いやハレンさん朝からどうしたの。あ、そうなんだ。え、なんかあるかね、このアハレンさんの声を常に聞きたい。独身術だ。あれ、本当にいけんの。はい、お、妹いたんけ。うん、あ、電気の街の本屋さんだ。ハマナコ出そう、六連機。あの電気の本屋さんってあるよね、アニメ見たことないけど。マスターしたの、マスターできたの。どうすか、超微妙に動いてる。うん、そもそも唇が動かないから独身術も意味ないって。さっきから大砲がねすごい鳴ってんですよね。あ、手紙、手紙ある。うん、そんなことさ普通にやっていいのかい、授業中に。え、ここで、え、ちょっとちょっとちょっと、トイレにまで嬉しいからいっぱい書いちゃうわけね。うん、うんうんうん、でも、え、骨伝導、何骨伝導って、骨を伝わってっていう、なんだ今の。あ、いけ、うわ、測れないね、測れないわ、ハレンさんは。うん、ハレンさん、頑張れ、ライド。うん、なんでしかもハートこれ。うん、伝書バト、いやいやいや、ちょっとヤブミって危なすぎるから。全部全部やったの。いやいや謝んないでくれよ、そんな。アハレンさん、うん、
かに。あれ、そうなの？なんだろう、聞こえるようになってきた？ずっと一緒にいるから。相変わらず近いね。すごくない？ライド、耳めっちゃ良くなった、もしかして。ちょっとアーレンさん行っちゃったよ。アーレンさん行っちゃった、中に。かわいい。距離を測れない。これよし。さあどうかね、アームの強さは取れるかな。あー、もう一回。あー、いやもう500円入れた方がいいよ絶対。おなくなっちゃった全部。あー、欲しいんだねそう、絶対こっちの方がいいから、頑張れ。うん、お、なにこれ。あ、それなのかな。どう、おお、おお、取った、すごいね。あと残りまだあるよ。待ってまたやんの。うわ、すげえ、高等テクニックだ。今の輪っかにこうやって、え、2個ぐらい取ってない？いやどっさり相当好きなんだね。いきますか。お、食い、いやああー、しかも聞こえるね言葉がライト、全部いいね、お互いにこうね、自然とそういう形になるっていう、お互いのプレゼント。めっちゃ抱えてる。そうか、大切にするんだね大事に抱えている。どこに飾る？うわあ、膝の上。あ、膝の上じゃないか。あら、そうなんだね。出張中か。ああ近い、近すぎる、近すぎる。いやー、あ、アハレンさん何寝てる？
あ、どうした？何？あ、なんだ具合悪いの？早起きしたから眠くて。うん。急にびっくりするな、あのアイキャッチ的なやつ。めっちゃ目見開いてたよ。目見開きすぎじゃない？あ、もしかして開きながら寝てた。結局、ああ寝不足なんだね。うん。あはねさん。あ？あ？どうした？這い上がってん？お弁当？うわー、うわ、そうなんだ。あ、マジで？それで早起き。いやー、もう最高のお弁当じゃん。いや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 、そんな、うん。うん。手作り。うん。預けすぎてるね。うん。超絶、うん、いろんな意味で。あ、終わった、はい、めちゃくちゃ面白いねこれは。これがエンディングか。いやー、想像してた感じとは全然違う方向のゆるさだったな。すごくいい。今までにない感じかもしれない、この感じは。いや、エンディングもいいね。このお弁当さ、いつ、あ、若干違うか。これアレンさんの手作りなのかね、あの自分の方も多分そうだよね。うわ、いろんなコスプレしてる。これがもしかしてこれから出てくる？いやー、いい曲。このアニメのために作られた曲って感じだね。測れないっていう歌詞が入ってるから。いや、いいね。カップラーメン食ってキャンプ行って、お、Cパート、うん。ちょっとそれはちょっと、あ、何最後の次回予告、また、あ、なんかいるね。うん。近い。マスクしてる。うん。お弁当のお醤油を忘れた。つけられてるんじゃね。
いやー面白い、このアニメはめちゃくちゃ面白い。ちょっとね、日常枠はどうしても必要だなって思ってて迷ってたんですけど、もうこれ決定かもしれない。本当にまたキャストさんもいいね。あのアハレンさんはイノリンで、ライドウは寺島さんだもんね。めちゃくちゃもう熱いじゃないですか。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたらコメント残していっていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。